衛星マル配信の時に服を着てないってマジですか？でもチョコ、うん、ランジェリーを含めないとしても下は履いてないよ。え、下は履いてない？下、うん、下は履いてない。今もですか？配信時はいつも下履いてない。それはわざわざぬぬ、いや部屋着で下履くの持ってない。あでも待って、着てなかったよ家行った時。履いてなかったわ。そうだわ、なんかでっかい服着てて、あのワンピースみたいになってて下、あれ履いてなかったんか？下ないよ。ああれ、うん、ああノエル、聞きたいことがあるんだけど。何ノエルってさ、配信中どんな格好してんの？これ聞き方悪いな。どんな格好してんのも聞き方悪いな。でも ASMR の時は1万円だから、その時は全裸だよ。ほら、下は履いてる。逆に下は履いてるけど、心音の時とかがあれだから消えてた、消えてた。待って、あ、だってさえ、ペーペーは衛星の時は心音とかやるからね、つけないよね。そうだよ、つけないよ。つけたら邪魔じゃん。心音の時は脱ぐよ、脱ぐ。そうなのですね。ちょっと今脳が整理できないんですが、このままパトラに聞いたらさらに整理ができないんですけど、じゃあ、パトラはさ、ASMR の時に、すっげえ顔怖い。ASMR 配信の時に、どんな格好して配信してんだ？パトラ、やっぱ心音のために、あの、下着つけないの。でね、この間びっくりしたことがあって、はい、ちょっと心音なんか弱く聞こえるなと思って、はい、もう直接つけたの、ケイユウくんをおっぱいにピーってつけたら、なるほど、なんか直接つけてるような感じがするなってコメントがあってびっくりしたの。え、わかるんだと思って。バラはにっこり怖い。すごい世界だな。ありがとうございます。